今日は天気がだんだんと回復し、気温が上がり、花粉の飛散量が多くなる予想です。さあ川端さん、こちらいただいているリポートを見ただけでも、はい、ちょっとムズムズしてきますよね。はい、そうですね、私も花粉症なので、はい、ちょっとこれを見るとゾワゾワって一旦落ち着いていた症状もまたなんかこう鼻がムズムズしてくるような感じはあるのですが、そうですね、はい、さあ今日はちょっと注意が必要ですね。そうですね、はいはい、今日気温がやはり上がります。はい、こちら、13日14時の予想気温になるんですけれども、はい、注目いただきたいのがやはり赤色の表示ですね。はい、赤色の表示は15度以上を示していますけれども、この15度以上の赤色のエリアが、関東、東日本からずっとこう西日本まで大きく、広がっています。はい、ですので今日は全国的にも気温が上がりますけれども、西日本、東日本にかけては15度以上ということでかなり暖かくなりますので、やはり花粉の飛散が、多くなるというふうに見ています。はい、じゃあ花粉飛散予想も確認していきますと、ちょっとやや多いというところがありますね。そうですね、はい、関東南部ですと本格飛散シーズンが始まっているところもありますので、こちらの、マークではやや多いとなっていますけれども、うん、特にこう症状が出始めている方ですね、雨上がりで晴れ間が出るとやはり花粉が非常に飛びやすい状態になりますので、はい、花粉対策の方、しっかりしていただきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、花粉症の方は目薬やマスクなどのしっかりと対策を行ってお過ごしください。